参院選挙が始まりましたけども、まず今日の前半は票ハいわゆるこれ女性候補に対するいろんなセクハラまがいの問題、そして中盤は、私はこれ、学生時代に実際にあった話なんですけども、候補者によるアルバイトの女の子に対する、これも事件だと思うんですけどね、その実話をお話をして、そして最後は、つい最近ありました。 猪瀬直樹さんによるセクハラの問題が発生しましたね。あれが思わぬところに飛びしたという話を紹介したいと思います。さあ、まずはこのひょうハラなんですけども、私はね、学生時代から今に至るまで、このような選挙がありますと、なんだかんだと言っていろんな形で関わるということを行っております。で このハラは,はね、まあ、実際の話ね、まあ、つい最近も実は聞いたんですけども、女性候補が手を出すと、おじいさんとかまあおじいちゃんがね、手を握ると握手します、そしてその手を離さないどころかだんだんと上に来て、手首を握って、二の上を握ってとで、なぜか肩を抱きながらハグをしてというね、そういうところまで発展するというケースが結構あるとのことらしいんですよ。で候補としてはね、これなかなかうーん、そうは言っても、跳ねのけることはできないもんですから、 き合っているという状態これは私も非常に気の毒だなと思うことがありますけども、私が今聞いている範囲であっても、現実にあるところでは起きています。もちろん、この女性というのはかなり美人でございますよ。かなり美しい候補なんですけども、実際怒っているという話は聞きましたね。そしてね、もう一個深刻なのは、 いわゆる聴衆に握手を求められて手を触られるとかそういう事例じゃなくて、内部の陣営なんですよ。陣営に男性スタッフがいるでしょ、バイトとかいるでしょ、ストーカーが発生するんですよね。でも選挙のことはどうでもいいと、選挙までは頑張るんだけども、これが終わったら付き合ってほしいみたいなね、あるいは深夜にかけて電話をかけてきてね、それであの頑張ってくださいとか言いながら、実はもう全然余分な話をするというケースが相、はい、次いでいます。 今現状で起こってますよ、はい、2番目のお話なんですけども、これは私の学生時代なんですけど本当にあったことをお話をしますね。これは、私が、ね、学生リーダーということで、ある衆議院選挙の事務所に学生バイトとして参加していました。で、私は自分の仲間と仲間の友達ですね、とにかくかき集めてこいということで、まあ、結構、ね、たくさんの学生が集まったんですよ。で、その中の1人、立教大学の,立教の、ね、大学の女の子だったんですが、 ルックスはと言いますと、ピカイチです、普通の女性のかわいらしい女性の2段、3段も上をいくような、もう飛び抜けた女性がいました、で、候補者の男性なんですけども、明らかに気に入ってるんですよ。 で、まあ目をかけてたのはわかるんですが、なぜかですね、この男性候補が私に対して彼女の情報を根掘り葉掘り聞いてくるんです。どこの大学だとかね、えー、どういうクラブやってんだとかね、どこに住んでるんかと。で私、まあその時はね、まだこう脇も甘かったもんですから、どこに住んでるんだって言われれば、どこどこですよとか言ってね、全部教えてたんですが、えー、それがきっとね、この候補者にとっては、 良かったんでしょうね、えー、その後も私に対してとにかくいろんなことをどんどん聞いて私は大変申し訳ないんですけども結構いろんなことをね、えー、これあの話してしまったということがありますところがですねその後事件が起こりましてこれおそらくですよもう彼女の様子で分かったんですが明らかに候補者が何らかのマテを出したというか何か妙なことをやったんでしょうねそこまでは確かだと思います ある日、彼女がバイトに来たんですけども、全くね、様子が普段と違うんですよ。完全に落ち込んで、もう何かね、恐怖におののいたような顔をして、沈んでるんですよ。で、他の学生たちはね、気がつかないんですが、私はこれ見ていて、いや、ひょっとしたら、あの先生が何かやっちゃったのかなという感じがね、ちらっとしておりました。 で彼女にもちらっと聞いたんですけども、とうとう最後まで言いませんでした。でもね、僕の感覚でお話をすると、まあ、要は、まを連れ込んでなんかやっちゃったのかなという気がせんでもないですね。で、これはあの実はです。で、その後ね、彼女とは全く音信不通になったんですけども、その後何があったかと言いますと、私がなんとクビになりました。これひどいでしょ、この先生。おそらくくね、私がが彼女とせあの仲が良くて、 本当のことを聞いたんだろうと思ったんでしょうね。私、クビになっちゃったんですよ。でバイトですからね、えらいことでどうしようとか思ったんですよ。で、他の人はクビになってません。なぜか君だけ明日から来なくていいと、冷たく先生に言われちゃいましてね。まあ、未だにこれも非常に恨んでますけども、まあ、この先生がね、何かやったことの、まあ、というね、えー、ことだと私、思ってますけどもね。さあ、そして、 最後なんですけども、はい、この問題ですよね。この左の女性分かりますはい、次の写真見るとわかるかと思います。はい、これですよね。猪瀬さんのセクハラと。もうこれ動画で見れば明らかなんですけども、こんなベタベタ触るなんておかしいんですよ。ありえないようなボディタッチを、この猪瀬という男はやってもう気持ち悪いの一言なんですが、えー、彼はね、こういう妙なことをやっておりました。 でこの女性候補、この段階では、被害者という位置づけに、これはもちろんなると思います。ところがですね、えー、週刊誌がいろんなものを嗅ぎつけまして、えー、どうやら被害者ということではなくなってしまってね、いろんなことを探られるという立場になってしまいました。はい、これでフライデーがすっぱ抜いたんですけども、どうも彼女ね、大阪の,あの議員になったときに、実は大阪に。 居住実態がなかったんではないかということをすっぱ抜かれたんですよ。で彼女自体もね、これは示の告示のです、ね、3日前に立候補を決めたらしくて、東京から大阪に通う新幹線代が毎月数十万円もかかってしまって、大変だよということをどうも身近な人に漏らしてたということもばれてしまいました。 えそんなことなんですよでこれはね、今後、選挙戦の中盤になってからは、相当問題になってくると私は思いますけどもね、えー、ぜひとも皆さん、習慣し、注目してみてください。